ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。来年は何か新しい趣味でも始めたいものね。なんかあんまりお金をかけなくても、それなりに楽しめる趣味はないかしら。どうしたんだ霊夢、また、お賽銭が集まらなくて困ってるのか。違うわよ、来年は何か新しい趣味でも始めようかと思っているのよ。なんかお金がそんなにかからなくて、楽しい趣味がないかしらね。お金がかからないかはわからないけど、釣りなんかどうだ。釣りは確かに良さそうね。頑張って魚を釣れば、霊夢の慢性的な食料不足も解決できるぜ。そんなに飢えてないわよ、失礼ね。それに珍しい魚が釣れるかもしれないぜ。珍しい魚なら、ぜひ食べてみたい、じゃなくて見てみたいわね。ところで、霊夢は竜宮の使いって知っているか。話の流れからすると、魚の一種なんでしょうけど全く知らないわ。深海魚の一種なんだが、この魚が見られると地震の前兆だと考えられているんだぜ。地震の前兆になる魚なんているのね。これまで、大地震の前に目撃されたことがあると言われているんだ。なるほど、そんな魚を万が一釣り上げちゃったら私はパニックになるわね。まあ深海魚だから釣れることは基本的にはないと思うけど、釣り上げた時は教えてくれよ。急いで、逃げる用意をするんだぜ。その、竜宮の使いに関してもっと知りたくなったわ。それじゃ今回は竜宮の使いに関して話をしてみようと思うぜ。ゆっくりしていってね。竜宮の使いは、赤マンボウ目、竜宮の使いか、に属する魚類の一種だぜ。マンボウの親戚みたいなやつなのかしら。竜宮の使い属における、唯一の種と考えられてきたが、現在では2種いると言われているぜ。2種類の竜宮の使いがいるのね。外見はかなり特徴的で大型な深海魚で、発見されることがほとんどなく、目撃されるだけで話題になる場合が多いというくらいだから、極めてレアな魚なんだぜ。どんな形をしているのかしら。竜宮の使いは全身が銀白色で、薄灰色から薄青色の線状が側線の上下に、互い違いに並んでいて、背びれ、胸びれ、腹びれの鰭条は鮮やかな紅色だぜ。なかなか神秘的な色をしているのね。霊夢の言う通り、神秘的な姿をしていることから、竜宮の使いという和名で呼ばれることになったぜ。なかなか、いい名前だと思うのよね。全長は3メートルほどであることが多いが、最大では11メートル、体重272キログラムに達した。個体が見つかったこともあるんだぜ。11メートルってものすごく長いわね。現生する甲骨魚類の中では、現在のところ世界最長の種であると考えられているぜ。また体は、左右から押しつぶされたように平たく側変し、タチウオのように薄く細長くて、体高が最も高いのは頭部で、尾端に向かって先細りとなる形をしているんだ。なんとなくだけど、竜みたいな感じがするわね。確かにそんな感じに思う人もいるかもしれないぜ。そして下顎はやや前方に突出していて、口は斜め上に向かって開く構造をしているぜ。まっすぐ上に開く感じじゃないのね。それから、鱗、歯、浮き袋を持っていないぜ。歯を持っていないということは、餌にしているものが限定されそうね。主にプランクトンを食べていると考えられているぜ。それから、腹びれの先端はオール状に膨らみ、この膨らんだ部分には多数の化学受容器が、存在することが分かっており、自生物の存在を探知する機能を持つと考えられているんだ。もしかして、自生物を探知する以外のこともできたりするのかしら？それに関してはまだよくわかっていないぜ。もしかしたらこの化学受容器で、地震の兆候を掴んでいるのかもしれないけど、証拠があるわけじゃないぜ。竜宮の使いは、大体どのあたりに生息しているのかしら？太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海の外洋に幅広く分布しているぜ。世界中の海にいるのね、なんだか日本の近海にしかいないのかと思ってたわ。基本的には海底から離れた中層を漂っていて、群れを作らずに単独で生活すると考えられているぜ。群れで行動しないってことは、他の動物に捕食されることがないってことなのかしら？まあ、5メートルを超える大型の魚類だから、その心配はないんだと思うぜ。私たち人間だって、海で泳いでいてこのような大きな魚類に出くわしたら逃げるだろ。確かにそうね、近づかない方がいいと本能的に感じそうね。深海魚だから人前に姿を現すことはほとんどないと言われているんだけど、図鑑によく載っているし、形が特徴的なこともあって、知名度は高いと言われているぜ。ただ、実際にどのように泳いでいるかはよくわかっていないんだぜ。くねくねと泳ぐ感じだと思うけど違うのかしら。実は、竜宮の使いが生きて泳いでいる姿を撮影した映像記録は、ほとんどないと言われていて、生態についてもよくわかっていないんだ。ただ、通常は全身をほとんど直立させた状態で静止していて、移動するときは、体を前傾させて、長い背びれを波立たせるようにして泳ぐと予測されているぜ。まあ私の予想と大差ないみたいだけど、通常の状態が直立ってよく考えたらすごいわね。
確かにそうだな。5メートル近くも全長があるのに、直立しているわけだからな。そういえば思ったんだけど、どのように仲間を増やすのかしら？卵を産むことで、仲間を増やしているぜ。卵は不精卵であり、海中を浮遊しながら発生し、孵化後の潮は、海洋の海面近くで、プランクトンを餌として成長するんだぜ。潮の時は海面近くで育っていくのね。潮は成長に従って、水深200メートルから1000メートルほどの、深海の中層へ移動すると考えられているぜ。大きくなったら海の深いところへ移動していくのね。ちなみに、2018年12月には、沖縄県読谷村の沖合で、雌雄の個体が網にかかったんだ。それはまた、珍しいことね。そして、この2匹から精子と卵子を取り出して、沖縄美ら島財団、総合研究センターが、人工受精、人工孵化させたところ、20匹が孵化したんだぜ。なるほど、このリュウグウノツカイの人工受精と人工孵化に成功したのね。そしてこれは世界で初めてのことだったそうだぜ。ここまでリュウグウノツカイ自体に関する説明を聞いてきたわけだけど、人間との関わりについて聞きたいわね。どうして地震の前兆だと考えられるのかとかね。それじゃ、次はリュウグウノツカイと人間の関わりについて、話をしてみるぜ。リュウグウノツカイと人間の関わりの歴史はとても古いぜ。西洋諸国ではシーサーペント、つまり海の大蛇と呼ばれていて、世界各地の巨大生物伝説の元ネタになった可能性が指摘されているんだぜ。確かに全長5メートルもあるわけだから、昔の人が見たら怪物かなんかだと思われるわね。また、ヨーロッパではニシンの王とも呼ばれていて、漁の成否を占う前兆として考えられていたぜ。大漁と不漁、どちらの前兆だったのかしら。リュウグウノツカイが網にかかると、大漁の前兆だと考えられていたそうだぜ。ノルウェーなどではニシンが大量に釣れる時に、リュウグウノツカイが目撃されることがあったそうだ。リュウグウノツカイを漁をしている時に見かけたら、ニシンがたくさん釣れると考えていたんだぜ。それだからニシンの王なのね。他には、リュウグウノツカイを食べると不老不死になれるという、伝説があるぜ。なんだか、人魚の肉みたいね。そもそも日本に伝わる、人魚の肉を食べて不老不死を獲得したとされる、ヤオビクニの話における。人魚そのものが、リュウグウノツカイではないかと考えられているんだぜ。なるほど、そういうことなのね。それで、実際に食べたらどうなのかしら？実際にリュウグウノツカイを食べたことがある人の話だと、薄味で味はあんまり美味しくないそうだ。あと、当然だけど不老不死の効果はなかったそうだぜ。それはそうだと思うけど、美味しくなかったのはちょっと残念ね。めったに見られる魚じゃないからといって、美味しいものばかりではないのね。そして、地震の前兆だとされる話なんだけど、東日本大震災が起こる数ヶ月前に、リュウグウノツカイが目撃されているそうなんだぜ。また、それ以前の阪神淡路大震災の発生前にも、リュウグウノツカイが打ち上げられているのが、目撃されているそうだぜ。そういったことから、リュウグウノツカイが地震の前兆だと考えられるようになったのね。実はリュウグウノツカイに関しては、量に関しては大量の前兆だと考えられて吉兆とされるが、それ以外のことに関しては強調だと考える見方も、昔からあるんだぜ。何かしらの災害が起きたり、不幸が訪れたりと、何か悪いことが起こる前兆だと考えられていた場合も、これまで多くあったみたいだぜ。もしかしたら大昔の地震災害の前にも、このリュウグウノツカイが目撃されていたのかも、知れないわね。その当時の人はリュウグウノツカイではなくて、海の怪物だとか人魚だとか思ったかもしれないけど、比較的最近の話だと、2018年の大阪北部で起こった地震の前にも目撃されているんだぜ。何も関係がないと、果たして言い切れるだろうか。さっきマリサが言ってた、リュウグウノツカイが餌を探す感覚器が地震に関する何かを、捉えていたりするのかもしれないと、私はやっぱり思うわね。リュウグウノツカイに限らずとも、これまで大地震の前には、動物が何かしら異常な行動をしている様子が見られてきたわけでしょ。まあ何か明確な証拠があるわけじゃないからな。リュウグウノツカイが目撃されたら、要注意だぜ。ちなみに、リュウグウノツカイに限らず、深海魚が大地震の前に目撃される例は結構あるぜ。やっぱり震源域が海底だと、深海魚が何かしらの影響を受けていてもおかしくはないわね。ちなみに、東日本大震災の前には先ほど紹介したリュウグウノツカイ以外にも、提灯アンコウがダイビングを楽しむダイバーに目撃されていたりするんだぜ。このダイバーによると、潜水経験が1万回以上あり、その道25年以上らしいけど、提灯アンコウを初めて見たのは、東日本大震災発生の1ヶ月前だったそうだぜ。やっぱり何かしらの影響を受けていそうね。陸上の動物よりも、海の動物の方が海水を媒介にして、何かしらの情報を得ているのかもしれないぜ。空気中よりも海中の方が音の伝わる速度も速いから、危険を察知するような、独自の進化を遂げているのかもしれないと考えられるぜ。
確かにクジラは歌を歌うとか、イルカは話ができるとか聞いたことはあるわね。海の生き物にしかない、何かがあるのかもしれないわね。ところで、近頃はリュウグウノツカイは目撃されたりはしていないのかしら。実は2022年6月17日に、沖ノ島で目撃されているんだ。半年前に目撃されているのね。何かの前兆だったのかしら。実はその2日後の6月19日に、能登半島で最大震度6弱の地震が発生したぜ。ということは沖ノ島でリュウグウノツカイが目撃されたのは、その地震の前兆だったのかしら。はっきりとした因果関係が証明できるわけじゃないが、ただの偶然だと考えられるだろうか。何かしらの関係があるように私は思うけど、それを証明するのは難しいでしょうね。まあ今言えるのは、リュウグウノツカイが目撃されたら地震に注意しておけってことだな。はっきりとしたことは言えないけど、日本では昔から強調だと考えられてきたわけだからな。確かにそうね、備えておいた方がいいわ。こういった言い伝えや前兆というのは、科学で証明できることばかりではないけど、意外と役に立つこともあるかもしれないからな。役に立たない言い伝えなら、後世に残らないだろうし。そもそも、誰かに言い伝えることもないと思うぜ。確かに言い伝えってそういうものよね。ちょっと気になったけど、地震に関する言い伝えって何かあるのかしら。それじゃ少し紹介してみるぜ。こんな言い伝えを今回は紹介するぜ。地震の時は竹藪に逃げろ。竹藪は地震の時でも安全なのかしら？絶対に安全な場所なんて災害時はないと思うが、その中で比較的安全だと考えて、この言い伝えがあるぜ。竹は根を広く張っているため、地割れが少なく竹は倒れにくく、もし倒れても軽いため怪我が少ないことなどから、この言い伝えが残ったのだと思うぜ。確かに、竹なら大きな木と比べて倒れてきても少しはマシな気がするけど、地割れが少ないというのは本当なのかしら？実はこの言い伝えは正しくないんだぜ。やっぱりそうなのね。竹の根というのは、それほど深くまで伸びているわけじゃないから竹が生えているからといって、丈夫な土地だという証明にはならないそうだぜ。でも、どうしてこんな言い伝えが残ったのかしら？それに関してはこんな説もあるぜ。もともと竹やぶは崖崩れに強い土地だと言われていた。それがいつしか、地震に対しても強い土地だと誤って広められたということだぜ。なるほどね、伝言ゲームみたいに途中から話が少しずつ変わっていってしまったのね。まあ、言い伝えはそういうもんだぜ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。